これをか、マガジンは自重で落下します。通常の状態でマガジンが刺さらないので、一貫引いて刺して、この状態で抜ける、戻さないといけない。だから最初の一発は弾が装填された状態になっちゃう。これがデメリット。最後、命中精度どれぐらいいいのかな。当たりません、当たりません、当たりませんね。当たらないね、まだ当たらないね。全然当たんねえな。やった、当たった。はい、というわけで以上レビューでした。なかなか面白いと思います。弾込めできたりとか、あと結構飛距離飛ぶので、あと軽いし、あと当たっても痛くないし、対象年齢8歳以上だし、子供と一緒に遊ぶのにいかがでしょうかということでね、話変わるんですけれども、1月の13日に千葉県の某フィールドに遊びに行く予定ですので、よろしくお願いいたします。あと、その時の動画と、それ以外の動画も上げると思いますので、どうぞお楽しみに。チャンネル登録よろしく。逃げる。